これは種類の異なるバナナ苗。ここでは向こう側に見える背の高い方はドワーフナンワーで、手前の方はドワーフモンキーとして販売されている苗なんですが、それぞれの神経、芋ですね、の一部を切断して、それらを物理的に接合して、物理的にというのは、地中部では、長い楊枝を串刺しにしてくっつけてあります。そうして、地上部は麻紐で結えつけて、離れにくくしてあります。そちらが、こちらがですね、ドワーフナンワーの家系で、こちらはドワーフモンキーバナナとして販売されている苗です。ですから、芋は、二つあっても、いずれ一つ、みたいになります。接合していきますから、あるいは融合していきますので。で、茎はですね、家系はそれぞれの家系が成長していきますので、1、接合神経、2、家系、成長を遂げていって、2、3年後、地域によっては、冬季低温が厳しければ、3、4年後に、それぞれの、出来開花結実を果たすように、仕掛けを施したポット植えです。ルートラップポットに植え込んであります。それで、これはあくまでもそれぞれのバナナがそれぞれの水芽を出してそれぞれのいずれかの出来を果たす目的で仕掛けられたものですから、私が現在実験中の交雑品種、第3番目の品種、アイノコ品種ですね、を作るという目的で出品するものではありません。それぞれ2種類の苗を神経接合、あるいは融合して、あわよくば、アイノコ品種を作り出す、生み出すというものは、自分のために結構多種類の異品種2種を神経接合して、このように育て始めているんですが、まあその結果が出るのは来年秋以降だと思いますので、そういう目的での出品は現時点と来年、そうですね、梅雨期、入梅期頃までには出品する予定はありません。何らかの結果を確認してからでないと、そういう目的にも資するとは言えないものですから、現在は二つの神経を合わせた接合神経一つと二経、家経がそれぞれ自分の
家系として成長していって、成長が順調であれば、それぞれに数年後に出来開花結実して、異なる二品種の収穫をできる。そういう目的で、第一弾として、ドワーフ、南和バナナとドワーフモンキーバナナの神経接合したポット植えを出品するということです。その前に出品した2ポットがあったんですが、それらはそれぞれの形のまま一つのポットに一緒に植え込んだだけですから、神経接合の仕掛けはしていませんでした。こちらはここまでで説明したように神経接合の仕掛けをしてあります。本年はこのままで水やりと日照管理だけでいいと思います。土地柄に応じての越冬の世話をして、そうして来年入梅時頃にはポット植えのままでもいいし、あるいはそっくりそのままルートラップポットから取り出して、そうですね。冬前まで、秋の半ばから終わり頃まで地植えしておいて、また越冬が心配なら取り込む。ポット植えにして取り込む。まあ、霜が降りないような環境のところに置いておくようにして、その翌年も同じことを繰り返していくと、十分な日照と水やり、まあ、施肥をしたい人は、市販の化成、観光肥料などを用いても構わないと思いますが、ぼかしなどをご自分で作れる環境にある方は、そういうもの。あるいは、自然な油かすの肥料を大分県の方で販売されている業者さんがおられますから、そういうものを株周りに適宜配置するということでもよろしいでしょう。その辺は私の方では栽培はこのようにというようなことは申し上げたくありませんので、ご自分の工夫で栽培なさってみてください。